草キャラバン岩佐でございます。今日は富士登山競争を行われまして、山頂コースは5合目打ち切りになりましたけれども、女子2位でフィニッシュされた立石優子さん、はい、おめでとうございました。ありがとうございます。さて、まあ、富士登山競争は初参戦、はい、山頂コースは少なくとも初参戦ですよね。あ、はい、初参戦です。まあ、ちょっとねコースは思ったものと違うものになりましたけれども、いかがでしたこの初参戦の感想。実はこの富士登山競争が4連戦目の最後のレースの締めくくりだったので、正直体がとても辛い状況だったんですけど、日本で一番きついと言われているこのレースに参加したいという思いが強かったので、ちょっと体調はきついものはあったんですけど、挑戦してよかったと思っています。そうでしたね。先週ロンドンでしたっけ、はい、ロンドン、バーティカルランの バーティカルワールドサーキットのシリーズ戦でしたよね、はい、それで2位でしたもんね。そこから帰国してのこの、そうですね、その前にカナダもあったので、北丹沢、カナダ、ロンドン、富士登山ってい こういろんな国をこう回ってきたような感じで、最終はこの富士山で締めようと思っていました。すごい、もう大車輪の活躍ですね。ですけど、なかなか今年は試走するチャンスもちょっと山頂が、閉鎖されたりということもあったので、なかなかなかったと思いますけれども、何かこう富士山に向けて意識された練習とか何かありました？そして、このレースに向けてというよりは、このままトレイルランニング、スカイランニングをやって、こう全体としていつもトレーニングを積んでいるので、普段結構上りが多い競技をやっているので、それをそのままこの富士登山競争に持ってきたっていう感じです、ね、ということで、まあ、その全然ね、北丹沢、こうか、カナダはトレイルの、カナダはスキー場を下から上に駆け上がる、レッドブル400っていう、これも究極のウィスラー、はいはい、ウィスラーのバーティカルレースだったんですけど、じゃあ全て全部登るみたいな、さまざまな、ね、このレース、その北丹沢、これもまあ日本らしいです、はい、でカナダは、まあ、ウィスラーのレッドブル400、ね、スキー場、ジャンプ台の駆け上がり、はい、そして階段の駆け上がり、はい、ロンドン、そして富士山駆け上がり、まあ、山頂までではなかったですけど、それをもう一つの、ね、こうまあ、そこをこう自由自在なのかなという、ね、すごいことだと思います。立石さん、一体ここからどこに向かうのか、もうますますいろんなこの方向に、ね、こう活躍されているんですけれども、次はどんなことが目標になりますか？最終的にはちょっと長い距離に興味があって、まずは、ま、100マイルとかそこまではいかないんですけど、50キロ、60キロとか、そこの50マイル、そういうところを、重点に、50マイルで強い選手っていうのはまだ日本ではいないと思うので、あとまた日本でそういう距離を盛り上げていきたいというのもあるので、でもその距離で戦うにはやっぱりスピードもスピードとタフさと、あと上りが強かったりとか、いろんな力を求められると思うので、今いろんなことをやっているというような感じです。去年の春にね、お目にかかった時にトレイル初めて走るなんていう話をしていたのが、本当にもうすごい前のことのように感じる大活躍、ね、立石さんでありました。富士登山競争はまたやっぱりチャレンジしないといけませんよね。そうですね、実はまだ富士山の山頂に人生で行ったことがなくて、今日行けるんじゃないかってすごいワクワクして行ってたので、ぜひ山頂には足を踏み入れたいと思っているので、来年も参加したいレースの一つに入れたいと思っております。4連戦ということでしたので、まずはゆっくり休んでいただいてと思います。お疲れ様でした。おめでとうございました。